この間頼まれてある市町村の町歌を作る町の歌を作ったの、はい、お祭りを見てるあなたの父も兄もいるよってこういう一言やったら女が出てこないともう女性蔑視だって団体から叩かれたの、うん、林さんが書いてあるんで書いてあるそれで団体って言ったって4人ぐらいしかいないんですよ、はいはい、よくある市民団体、はい、だけどそのお祭りは男性しか引かないんですよ、うん、引き車は、はいはい、しょうがないじゃんお父さんとお兄さんがいたってお姉さんいないですもんねお姉さんいないんですでもここまで言われたら私ちょっと笑っちゃったんですけど、はい、そう言うとまた炎上するね、はい、まあそうっすねそれ理解できないんでしょうねその人たちはねやっぱだから文章読めてないんですよ多分文章、まあ、それは文脈が読めてない、うん、文脈とか背景とかあるじゃないですか、うんはいだから文章の読解能力っていうのもやっぱグラデーションで文字が読めますセンテンスは読めます、はい、文章全体が読めます、はい、そして行間とか背景まで理解できますみたいなで行間背景を理解するためには知識と教養がないとできないわけですよ、はい、だけど知識と教養なんかないじゃないですかそういう人たちって、うん、要はお祭りってここの地域のお祭りはこの引き車は男性しか引かないものなんだとだからこそそれはねお祭りを見てたら父とか兄しかいないよね姉いないよね母いないよね当たり前じゃんって思えればそれがお門違いの批判であるっていうことを多分理解できるんですけど多分それは文脈読めない族ですね行間が読めない族ですねでもいっぱいいますよそんなやつらそうなのいや私もちょっとそれびっくりしてしかも朝日新聞に売り込んだけど私が無視したら朝日新聞そういうの好きだからこんな大きい記事になっちゃって私もびっくりしちゃってついにだから朝日新聞の記者の中にも行間が読めねえやつらがいっぱいいるってことですよそういう話好きなんですよねおまけにねそうおまけに好きだしよくミスるじゃないですかそういうミスをよくしますよね朝日新聞特に最近はそれはやっぱりね記者の質が落ちてきてるんですよだって今ね俺大卒で朝日新聞なんか入んないですよだって未来ないじゃないですかあれ私そこまで言えませんよあの週刊誌にお世話になったらそこまでは言えませんいやいやだからまだね逆に週刊誌とかの方が楽なんですよ出版社って輪転機持ってないじゃないですか、はい、あれってめちゃくちゃ重いんですよねやっぱり設備産業なんですよね新聞社ってだからファブレスなんですよ出版社は、はい、要は編集者一人いりゃ要は本って出せたわけですよ、うん、だから出版社って上場してない会社ばっかじゃないですか、はい、ね、うん、大手3社、うん、講談社小学館集英社みんな非上場だし、はい、ほとんどだから上場してる会社って角川ぐらいじゃないですか、はい、だからいらないんですよ資本があの自分は朝日蹴ってどこ行きますか堀江さんだったらどこ行く僕は企業しますよ今行けてるやつはみんな企業ですそうですねほらあのやってますよ企業してますよ彼女在学中ですけど大学院にすごいね、まあ、でも本当数年前に朝日新聞は東大が新卒一人も入らなかった有識自体だみたいなことはおっしゃってなんか問題になってましたねさすがの東大生も、うん、朝日はやばいと思いますよこれから切り売りですよ資産のあの日本の中枢にいたと思った官僚も朝日新聞もみんな東大生に、ね、嫌われていくとなると、まあ、だから有識自体なんですよとはいえ新聞社ってまだ高齢者には支持されてるわけですよ、はい、まあじゃあ後期高齢者になった段階の世代がねそんなすぐに死ぬかっていうと死なないわけですよ、うん、結構長生きすると思うんですよ僕はそうすると消費者である彼らはより偏狂になっていき、はい、考え方どんどん縮こまっていくわけですよで周りがどんどん死んでいくでしょそうするとよりこうなっちゃうんですよそういう人たちが新聞の読者なんですよ、うん、だより先鋭化していくはずなんですよなるほどで考え方どんどん凝り固まった危ない集団ですよ朝日新聞と朝日新聞の読者、うん、で朝日新聞って左翼のメディアじゃないですか、はい、で左の人たちってやっぱお金使わないし、うん、右ってめっちゃ使えません右寄りの人って百田尚樹さんの本とかもちゃんと買うじゃないですか買うでしょ買う百田さんって強いんですよだから強い、うん、百田さんはだから右寄りの読者を持ってる方が強いんですよ、うん、そうか桜井よし子さんの本も買うしなみんなそうなんですよ熱烈にオンラインサロンとかやってもすげえちゃんと来るんですよそうかでも左の人ってなかなか金払わないですよ左の人って誰がいる例えば山本太郎さんとかですよ山本太郎さん、うんはい、今でも政治に行かれたんでね平和新選組の山本さんですよフェミニズム例えば上野千鶴子先生は、はい、私は左だと思うけど上野先生の方はみんな買うじゃないですかいやでもそんなやっぱ売れ行きは百田さんに比べたらもう全然もうビタルもんだと思いますそうかやっぱり右に行くべきなんだね